村市動物公園には土日祝日限定ではありますが、こうしたちょっとした遊園地もあります。まあ、この日は平日でしたので閉まっています。でこうした機関車が飾ってあったりとか、その前は広場になっていて、芝生の広場になっていて、でお天気のいい日なんかはピクニックなんかもいいんじゃないでしょうか。でランチする場所はこの軽食のお店があって、で焼きそばとかパンケーキとか肉まんとか、まあ、ちょっとした軽食を食べられます。でこれは500円の焼きそばで、まあ、冷凍チンしたようなものですが、まあ悪くなかったですよ。多摩動物園も500円だったかな。でアイスクリームとかお茶とか飲み物なんかは、自動販売機があります。でお土産なんですけど、このタケノコ、まあシーズンものですが、この1個500円っていうのがいいなと思いましたね。というのはですね、この動物園の中の竹林に生えてるんですよ。こうやってこう生えてるタケノコを、まあその日のうちに取ってきて、すごい新しいのが買えるっていうのは、なかなかその郊外型の動物園ならではの、こう自然環境をすごく生かしたいいお土産かなっていう感じですよね。でこの動物園の中にいる動物たちの、ぬいぐるみとか、レッサーパンダは、ま、5頭かな飼っているので、結構いっぱいレッサーパンダなんかものぬいぐるみグッズなんかも売っています。他にこんなちっちゃいマスコットとか、ミニチュアのものとか、いろいろ、まあ、そんな大きいお店ではないんですけど、一通りお土産なんかも揃ってますよね。でちなみにこの東京都の羽村市なんですけども、ずっと町だったんですよね。つまり今も人口5万4000人ぐらいしかいなくて、でこの規模の自治体が当時1978年町だった当時、全国初町営動物園として開館したんですよ。すごくないですか。というのはですね、羽村市って東京西部の自治体の中でもダントツのお金持ち自治体なんですよ。っていうのは、日野自動車、バスとかトラックの、大手メーカーですよね。まあ、本社は日野市にあるんですけれども、羽村市に工場があったりとか、あとカシオ計算機の研究所工場も羽村市にあって、なんとそこでは世界初のデジカメがそこで製造されたという感じで、すごくこう製造業の法人税ですごく潤ってるんですよね。でとにかく羽村はお金持ちなので、近隣の自治体の小中学校にも自分の給食センターから給食を提供してたんですよ。もちろんその受ける側は羽村にお金を払ってたんだと思いますけどね。でそのお金持ちの羽村は自分たちの小中学校だけ特別にデザートとか果物とか1ランク上のものを提供していて、でそのメニューの違いなんかをすごいはっきり分かるようにしてたんですよね、子どもたちに。いやちょっとね、なんかえげつないなと思いましたけど、まあポジティブに解釈すればね、それだけその羽村がどうして潤っているかとか、なんでこういうことになってるかとか、あとお金の重要性とかですね、そういうものをまあその小学校のうちからなんかその感じ取るっていうのは良かったのかなみたいな。
気はしてます。で、ちなみにこの、羽村市動物公園のニックネームが「ヒノトントンズー」っていうことで、何って思う方もいると思うんですよ。これってその先ほどお話しした日野自動車がこのニックネームを使わせてもらうことによって、その400万だったかな、スポンサーシップと引き換えに、その知名度とその地域貢献をこうアピールしてるみたいな、そういうものとなっています。